今からちびっこクラスでお菓子プールをやりたいと思います。ではみんなに今からプールの中身を見せます。いくよ、せーの、バーン。お菓子プールスタート。頑張れ頑張れ、そーっとそーっと磁石を狙ってよ。あ、釣れた、手で取ってる、外に置きます。おー、上手上手、そーっと狙って狙って、あ、釣れたー。クリップを狙って、おお、いいぞいいぞ。あ、1個釣れました。まだまだ釣っていいよ。そーっとそーっと、あ、どかちゃんいい感じ。あ、釣れた。確か、何が釣れましたか、見せてください。うまい棒、おめでとうございます。2個は何が釣れた。うまい、カルパス、キャベツだろ。おめでとうございます。お菓子プール最高。お菓子プールをします。イエーイ。いいよいいよ。お、1個釣れた、アメです。どん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 、お、大きいお菓子取れてる。そこそこっと20秒しかないからね、慌てずに。お、食べっ子動物。おお、大物が取れました。ユニコーンには何が乗ってました。カップ麺、カップ麺が乗ってました。おめでとうございます。お菓子プール最高。イエーイ。では参ります。ヤンキーみたいチャリできた。では、月曜8時からジャズクラスお菓子プール挑戦したいと思います。よーい、スタート。頑張って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 。おい、やっちゃいい、おい、やっちゃいい。1、0。うまいボタン飴でございます。おめでとうございます。ハッピーターン、大物が釣れました。おめでとうございます。お菓子プールスタート。頑張れ頑張れ、そーっとね、そーっとね。後ろから後ろから、どん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 、遠慮の遠慮せずに、どん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 、嬉しいな。ピピー、こんにゃく釣りピーチが取れました。こんにゃく釣りピーチ、おめでとうございます。うまい棒とカルパス、おめでとうございます。わー、2個取れてる、2個取れた、素晴らしい。うまいぞ、ジャズクラス。あの、これじゃない。これじゃない。狙ってたの、これじゃない。何狙ってたんですか。私ですね、あの、ここにある海苔。あ、韓国の海苔。欲しかったけど、動画にはなかったやつですね。そう、磁石が下向いてるから、そこを狙うと、これがついてきた。狙ってたのと違うのが釣れるっていうパターンもあるみたいですね。じゃあもし、みんなから、この後火曜、水曜、木曜、金曜のみんなに、アドバイスがあるとしたら何かありますか。うん、ちっちゃいやつから狙ったら取りやすいと思います。お、いいアドバイス。大きいの行くより確実にちっちゃいのを取っていくという作戦、はい、他にありますか。クリップが見えてるのを取ったらいいと思う。クリップが見えてるのを当たり前だけど、意外とキッズクラスの人がクリップとはみたいな感じになってたので、もう一回、火曜日以降の人に説明しておくと、これこのよくなんて言うんだろう、紙とか挟んでるクリップと磁石がくっつくので、そのクリップを狙って釣るっていうのがポイントとなってきますので、皆様そこを攻略してみてください。はい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とグッドボタンも押してくれたら嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。セブトレ出発進行。